ミスター M さん、いつも動画の方やり取りしていただいてありがとうございます。速稼塾の久保です。今日はですね、この牧人もちょっと変わってるんですけども、必殺技と言いますか、私の大好きなカンフー用具をちょっと紹介させていただきます。まず一つはこちらの、鉄棒なんですけども、これはね、普段はこういうふうな棍棒として用いるんですけども、実はねネジを外すとヌンチャクになるんですよ。で、これでちょっとここではやれないですけども、ヌンチャクの稽古もしているということでございます。まあ、ヌンチャクってのは非常にね、もうマイナーと言いますか、もう今では流行んなくなってきた武器なんですけども、私ね、こういうの好きなんですよね。で、もう一つ、これはですね、かなり個性的ですよ。この袋に入っていて、まあ、刺繍もしてもらったんですよ。速稼塾隠居って書いてますけどもね。これは何かと言いますと、私はね、実はこっちの方がね、好きなんですよ。さあ、ちょっとすいませんね、なかなか出ないですけども、よいしょ、はい、三節棍ですね。三節棍も私が得意とする武器の一つです。まあ、もちろん3年前はズブの素人だったんですけども、自分なりにね、教材もない中で振り回してるとなんとかできるようになるものです。この三節棍と、まあ、非常にね、あの広いところで練習しないとすごく危険なんで、それから警察に通報される可能性もありますね。こういう武器の練習すると屋外でやるしかないんですけども、山奥にひっそりと潜んでやっております。三節棍とヌンチャクですね。それからミラーについての質問がありましたよね。ちょっとこちらの方見ていただきたいんですけども、このミラーはですね、ここにネジで打ち込んであるんですよ。これ Amazon でね、1万5000円ぐらいだったと思いますけども、買ってネジでボルトインしてあります。下の方も同じです。ボルトインしてます。ちょっと見えにくいと思いますけども、3箇所ボルトインしてます。ですんで、しっかりとね、張り付いて動かないということになってます。まあ、あのミスター M さんの壁は打ちっぱなしのコンクリートだと思うんで、これはね、ネジ打ちのパターンっていうのはなかなか難しいと思いますけども、まあ、今回ね、参考までに、鏡の方をね、紹介させていただきました。はい、マイケル・ジャクソンのポスターと、ね、和菓子ブルース・リーのポスターも貼ってあってね、私のやる気を高めてくれるという形なんですけども、なかなか体がついていかないですね、やっぱりね。すぐに疲れちゃいます。トランポリンもあるんですけども、1分ぐらい跳ねるとね、ほんとね、汗出てすごく代謝が上がるような気がします。ところでミスター M さん、最近なんか初期のこの頃の動画と比べるとお腹のあたりがね、やっぱりね、引き締まってきてますよね。やっぱそれはトレーニングの成果だと思います。うん、そんなにね、1時間2時間と毎日毎日ハードなトレーニングしなくても、やっぱり心がけて1日1分とか2分とかをやっていくだけで体っていうのは変化するんだなと思いました。今回も動画の方ね、ご覧いただきましてありがとうございます。次回も楽しみにしています。では。